皆さんこんにちは2021年卓研士合格の取説解説講義第1回講義を始めたいと思います担当はレクセニーコースの友次ですどうぞよろしくお願いしますさて、えー、それではですね今回はですねまあミニ講義ということで、えー、15分前後の短いものですけれども、えー、こちら卓研士合格の取説という本を、えー、使用しました、えー、ミニ講義をお始めていきたいと思います で今回は最初の1回目ということで、まあ、一番最初のこの契約の成立のところとあとはまあこの本をどういうふうに使っていけばいいのかというところも含めた、まあ、ガイダンス的なお話を最初はさせていただきたいというふうに思いますそれではですねはいまず早速ですけれどもこちら2ページ目のところをお開きくださいさあ、えー、権利関係の2ページ目のところですねはい、えー、第一ポイント契約の成立というふうにあるところです さあまずですねこちらに着目してほしいんですね重要度というところですで、この重要度 C という風にあります じゃあ、えー、重要度 A 重要度 B 重要度 C というふうにありますけれども、まあ、やっぱり重要度 A、まあ、次のページのね、えー、詐欺脅迫なんかも重要度 A というふうにありますけれども、まあ、これに比べるとじゃあそんなに重要度はそんな高くないのかというふうになるとじゃ飛ばしてしまおうかなというふうに思ってしまう方もいると思うんですけどもそれはまずちょっと待ってくださいっていうのがですね、まあ、まずこの本の本 使い方として押さえといていただきたいことなんです何かと言いますとまずこの本って合格に必要最小限のものを コンパクトにまとめたものなんですね、まあ、逆に言えばこれよりもちょっとね削るのは難しいぞっていうそういうところをですねまあもう本当にエッセンスだけを抽出しているものになります。なもんですから、まあ、重要度 c と言っっててても飛ばしていいいわけでではないんですこれどういう意味で重要度 C というふうにしているのかというと、まあ、あまり試験には出てこないなっていうところなんです。 そうですのでこのこれからお話しする第一ポイントの契約の成立のところというのはまあここ自体が試験問題として問われる可能性は低いです、えー、だからといって飛ばすのはちょっとなっていうのは何でかって言いますとここの攻略メモのところご覧くださいこの単元自体はほとんど出題されない確かにそうなんですでもここを理解しないと後々の勉強に 関わってくるそういうい文なんですね、えー、ですので、まあ、ここ試験としての重要度は C なんですけれども、まあ、学習の重要度は高いぞということになりますというか学習の重要度の高いものしかテキストの方には入れてません。と、えー、いうところはまず最初にこのテキストの使い方としてご理解いただければなというふうに思います。例えばですねまあイメージしにくいというふうに思ったならばこう考えてください。例えば

って言ったらばそう掛け算の区がわからないとその先の勉強ができないわけですよ確かに掛け算の区は出ません掛け算の区は出ないんですけれどもそれをマスターしておかないとその先の勉強ができないまさにこれと同じなんですこの契約の成立のところもこれ自体が出ることはないですですがこれを理解しないで勉強するっていうのは結構危険 まあここまでちょっと強調しておけば伝わったと思いますんでではそういう気持ちでちょっとここのところを見ていきたいと思います。まず まあこの権利関係全体の勉強に関わってくるところになるんですけども、まあ、何を勉強していくのかっていった時に一番最初にこの契約っていうものに対して勉強していきましょうっていうのがですね、まあ、やっぱり一番最初のスタート地点なんです。じゃあ契約って何ですかって言ったらば一言で言えば約束のことだというふうな認識を持っておいてください。でまあ我々はですね通常そのね契約っていうものは結構日常でもやっております。 コンビニでジュース1本買うのだって売買契契約約っていう契約なんですねでそうやって考えてみると、ね、コンビニで、ね、ジュース買います、うん、これも契約です、まあ、もちろんこの本を皆さんねこの取説の本をお買い求めいただいたっていうのもこれも本屋さんと契約をしてそれで買ったものですよね。ということで、えー、まあいろいろ契約っていうものは日常やっていくもんなんです。 でこの宅地建物取引士資格試験といいますのはやっぱり宅地建物ね土地や建物の試験なのでやっぱり土地や建物で出てくることが多いということでまずこちら見てください例としてまず A がですね土地を売りたいというふうに思いましたとで B がその土地を買いたいというふうに思いましたと、ね、で、えー、まず A さんがですね売りますというふうに言いました、ね、そう売るという気持ちを、まあねえー、表に出したわけです それに対して B さんが「ああそれだったらじゃあ買います」っていうふうにはい、えー、言いましたとこの瞬間に売買契約が成立するこれをまずは、えー、ル,ールールとして押さえておいてください A さんが売りますっていうふうに言いました B さんが買いますというふうに言いましたこの瞬間に売買契約が成立していきますでこれを難しい言い方をするとですねこちらです契約は両者の意思表示が合致した時に成立します はい両者、まあ、つまり今回で言うと A さんと B さんですよね A さんと B さんの意思表示わかりますえ意思売りますね、えー、というのを表示しましたね。よし売るぞっていうこの気持ちを表示しましただから売りますですよねはい B さんもえ買いたいなっていうこの意思これを表示しましたよねはい買いますというふうに言いましたよねはいこの瞬間に成立するそうこの瞬間に売買契約が成立しますよっていうことなんですじゃあ売買契約が成立すると どうなるんですか所有権が売り主主から買い主へ移ります。そうこの瞬間に何かというとこれ売買契約が成立した瞬間にじゃあこの土地は A のものだったのがこの売買契約が成立したこの瞬間に B のものへと移っていったということになるわけなんです。さあそして書面は必要ありませんそりゃそうですよね。 はい、えー、こちらです、えー、コンビニでジュースを買うのも売買契約という契約ですと書いてありますじゃあコンビニでジュースを買うことを想像してみてくださいね、えー、書面作りますか ね、ジュースをですね、レジに持っていったら、いらっしゃいませって言った瞬間にですね、えー、契約書なるものを取り出してきてですね。えー、それではただいまから契約書の作成に移りたいと思います。えー、まず第一章、ね、ええー、ね、友次正弘、かっこいい、書こうとする、ね。は、ね、ね何々コンビニエンスとか、いつかおつとすると、えー。ジュース一本に対する売買契約を締結したとか、書き始めませんよね。そうですよ。普通に、あの、ね、お金払って、そのままも出ていきますよね。はい、ひどいとレシートすらもらえませんよ。 ねはいそれでも契約って成立してるじゃないですかということで書面は必要ないということになっていきますまずここまでよろしいでしょうかねでは契約が成立したらどうなるんですかってことなんですはい契約というのは約束です約束は守らなければなりません当然ですよね約束したんですから守りましょうってことになりますで土地を買うっていう契約をしました なったらば買うっていう風に言ったんだからちゃんとお金払わなきゃダメですよねそう土地を売るっていう風に言ったね売るという契約をしたらその土地をちゃんと相手方に渡さなければいけませんよねこのように売買契約が成立するとお互い義務を負いますそうねこの売りますと言った A さんはい、えー、売りますっていう風に言ったんだからね B さんに対して土地を渡すこういう義務を負います それに対して b さんはって言ったら買います。っていう風に言ったんですから。まあ、それはもうお金を払うという義務がありますよね。そう、こういう風にはい、売買契約が成立すると、この a さんにも b さんにもやらなければいけない義務、これを持つことになります。で、こちらにあります通り、相手に対して負う義務のことを債務という風に言います。相手に対して負う義務のことを債務という風に言います。 ではこの部分ですはい、A さんは B さんに土地を渡す義務を負っております B さんは A さんに代金を払う義務を負っておりますというふうに、まあ、債務を負ってるんですけどもちょっと言い方を変えてみますいいですかはい、A さんは B さんに対して土地を渡す義務があるってことは逆に言えば B さんからすれば A さんに対してねえねえ土地を起こしたよっていうふうに請求する権利がありますよねはいそして B さんは A さんにお金を払わなければいけない義務があるってことは逆に言えば A さんからすれば B さんに対してねお金払ってよっていうふうにですのでまあ、えー、言い方変えてるだけですけども、まあ、権利もあるってことになりますさあこちらご覧ください。相手に対して請求できる権利のことを債権というふうに言います。はい ここちらのところですねまずこの権利関係これから一番最初皆さん勉強していきます何がきついかってまあ聞き慣れないいい言葉がいっぱい出てくるわけですでこの聞き慣れない言葉に対してですねはいちょっと聞き慣れていく必要があるんですね。で結構この勉強の一番最初って結構大変なところがそこなんですよ。 今まで聞いたこともないような言葉、えー、それに対して慣れていく必要があるここをですねちょっと頑張って、えー、乗り越えていければというふうになるわけなんですね。はいさあということで、えー、こちらです。なお契約ってお互い話し合って決めるもんなんでお互いが納得をしていれば、まあ、原則としてどのような契約でも構いません。 はい、別にどんな契約でも、ね、えー、この a. さんと b. さんが、ね、a. さんと b. さんの二人で契約するわけですから。その a. さんと b. さんがいいですよって言ったら、それはまあ、基本的に、どんな契約だって、オッケー。というふうになっていくのが原則です。さあ、ここまでよろしいでしょうか。はい、これがすべての基本の部分になります。で、何が基本なんですかって言いますと、実は、この。 権利関係の、まあ、前半部分なんか特にそうなんですけれども今の話の例外っていうのが結構よく出てくるんですね。で、えー、この例外がよく出てくるんですけどもその前にはまずちゃんと原則を理解しておくっていう必要があります。で例えばですねはいうに言いました、はいね、ここの部分3ページの頭のところです。えー、一度決めた契約約束は守らななければなりません 本当ですかっていうことになってくるんですねそうまあ約束を守らなければならないのが原則なんですけどもじゃあ、ね、どんな時でも守らなければいけないのかって言ったらやっぱりそうとも言えないんじゃないんですかっていうのがまあこれページをめくった次のところから始まってくる、えー、お話になってくるんですね例えば第2ポイントの詐欺脅迫みたいな感じね詐欺騙された脅迫脅されたね、えー、まあ売ります買いますというふうに言ったにしてもですよ、えー、例えばどっちかがどっちかを脅したりしてね、えー、例えば 例えば、ね、B さんが A さんを脅して「えー、売ってくれるよな」っつって脅してで A さんが怖がって「分かりました売ります」というふうに言ったとねねこれでもはい、えー、A さんと B さんが、えーね、意思表示が合致しました、ねえー、契約成立ですということになってしまうでも守らなければならないって言ったらそれはやっぱり脅さされた A さんがかわいそうですよねだったらばその時には救済してあげましょう。ね、A さんかかいいそううううだから何、ね、とかししててあげましょうよっていう、まあ、そういう原則 が出てくる例えばだ騙された脅されたじゃないにせよ例えばですよえ片っぽがですねえ、まあ、あまりよく、ね、事情を理解していないにもかかわらず、ね、うんって言ってしまったそう判断力がないのにもかかわらずです例えば小さい子供もが、ね、ええ土地を持っていたとして、ね、その土地を例えば欲しいっていうふうに思った時にですよえもう1億円ぐらいする土地ですよ。でそれをです、ねええーねまあ、例えば、ね、なんかこう ね、なんとかカードみたいな子供が好きそうなカードかなんかでこれでね、えー、その土地ちょうだいって言った時にまあやっぱりね子供からすればね、えー、当然その一億円という現金よりもねそのなんとかカードとかいうですね、えー、そのカードの方が欲しかったらうんいいよとかって言っちゃうかもしれませんよねそれも守らなければいけないんですかってことになってくるわけじゃないですかそうということでそれ守れっていうのはやっぱりちょっとかわいそうですよねそれはだってね、えー、判断力がないっていう状況でねえー うん、うんっっってて言しまった、うん、でもうんって言ったんだから守りなさいはちょっとそれはかわいそう、ねうん、やっぱりそういうかわいそうな人は守ってあげようっていうじゃあその時にはまあ別に約束は守らなければならないっていうこの、ね、原則を崩してもいいですよっていうところがこれから先出てくるわけです。で例えば 先ほども言いましたけども契約にに書面は必要ありまませんというふうに言いう言したでも例えばじゃあ保証人になりますみたいなそういう大きい契約の時にはやっぱり書面の方がいいって場合だってあるわけです。なので、えー、まあ基本的に契約は書面に必要ないんだけど、まあ、一部の契約に関してはえちょっと書面が要求されますよってものもありますと。でそしてはい 契約って先ほど言いました通りお互い話し合って決めるもんなんでまあ納得さえしていればどんな契約でもいいですよって言ってもそれがやっぱりね,ね社会性ね社会上やっぱりまずいようなもの例えばね愛人契約とか殺人契約とかそういったものでもねいいですよっていうふうに言うわけにはやっぱりいかないわけですよ。やっぱりねあの 社会としてね、えー、やっぱりそういうものはやっぱり規制していかなければいけないっていうね、えーまあ、やっぱり、ね、そういうのはアウトでしょっていう契約だってやっぱり世の中にはあるわけですよね。えー、ですのでまあじゃあどのような契約でもいいって言ってますけど本当にどんな契約でもいいのかって言ったらやっぱりそういうわけでもないですよっていうところが、まあ、そういうですね例外の話がこれから、えー、皆さんはあこのお権利関係の勉強の中でしていかなければいけないわけなんです。でこの 例外を勉強するためには今ずこの原則が頭の中に入っている、ね、この原則があった上で例外があるそういう勉強ができるようになっていくと権利関係っってていうのは得意になっていきますだからそれをシステムをやっぱり理解しないままで例えばこう書いてあるからこう覚えましょうこう書いてあるからこう覚えましょうっていう何も意味も分からずに暗記暗記ってだけでやっていくとなかなかやっぱりまあ理解をしていないと。 身につきませんし、えー、問題も解けるようにもなっていかないということになるんですねだからやっぱりまずその一番最初の勉強の段階であ、なるほどねっていう風に理解しながら勉強していくっていうのは非常に大事になっていきますで、そういう勉強をですねこれから本を読む中でだから例えば重要なところは赤い文字で書いてありますこの本っていうのはねはい。じゃあ赤い文字のところだけ覚えればいいのかって言ったら やっぱりそうではないくてそこの赤い文字以外のところでちゃんとあこういうことなのねっていうふうに仕組みを分かってそしてその上で、えーね、暗記すべきものはしっかり覚えるそういう習慣をつけていってください。よろししいでしょうか はいではですねまあちょっとこの二ページ目と三ページ目一番最初のページを使いましてですねこれからどういうふうに勉強していけばいいのかというところをお話しさせていただきましたそれではですね今回はこの辺にて終了したいと思いますまた次回の動画でお会いしましょう皆さんお疲れ様でした